ずは椅子に腰を掛け、股関節90度、膝90度、骨盤を立てた姿勢を作ります。肩の力を抜いてください。では骨盤をまずは後ろに倒していきます。息を吐きながら手を前に伸ばし、ボールを抱えるようにしておへそを覗き込みましょう。体の後ろ側を伸ばします。骨盤を立てたら手を後ろに伸ばし、胸を開いて息を吸います。この動きをご自身のペースで何度か繰り返していきましょう。息を吐いて背骨を丸める。骨盤を起こし、胸を開いて手を後ろ、体の前を伸ばします。息を吐いて背中を丸めて、吸って胸を開きましょう。顎が上がりすぎたり腰が反りすぎないように気をつけます。この運動を1セット10回、1日のうちで 2,3 度行いましょう。それでは右の手を上に上げていき、左側方向に傾けていきます。この時に背骨が少しずつしなるように意識して息を吸いましょう。吐き出しながら元の位置に戻します。左手、息を吸って体をしならせ、吐いて戻します。この動きを左右対称に1セット10回、1日 2,3 回行ってください。はい、それではお膝を立てて足を揃えます。まずは足を右側に倒していきましょう。この時しっかりと股関節を曲げておきます。右の手で足を支え、左の手、肩が痛くないところ、胸を開いていきます。ゆっくりと目線を左側に送り、背骨全体をねじっていきましょう。ここで息を吸ってお腹を膨らませて、細く長く吐いてお腹をへこませます。この呼吸を3回程度繰り返していきましょう。3回終わったら足を真ん中に戻して、今度は反対側も同じようにやっていきます。吸って吐いて、肩が浮かないように気をつけて、息を吸ってお腹を膨らませる、吐いてお腹をへこませます。左右同じ回数3回程度を1日のうち 2,3 回行いましょう。腹式呼吸は息を吸った時に横隔膜が下の方に下がってきてお腹が膨らみます。息を吐き出すときに横隔膜が自然な位置に戻り、お腹がへこんでいきます。これをボールや家にある何か軽いものお腹の上に置いて、息を大きく吸ったときにお腹の膨らみを感じて、細く長く吐いてお腹がへこんでいくのを確認し練習していきます。この際、肩に力が入ったり腰が浮いてしまわないように気をつけましょう。息を吸って、細く長く吐く。最初は5秒から10秒程度でいいので無理なく行います。吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、吸って1、2、3、4、5、6、吐いて1、2、3、4、5、6。この呼吸を1セット10回程度、日のうちに 2,3 回行いましょう。